さあ、では始めていきましょう、はい、紫式部というテーマでございます。もうなぜこのテーマをやったかって、そう、来年の大河ドラマの主役が紫式部なんだと。で、紫式部といえばイコール源氏物語を、言ったら指すと言っても過言ではない。紫式部といえば源氏物語を読みなさいっていうことですよ。源氏物語読んだことありますか？あのなんか分厚い小学校の時になんか漫画で読むみたいな。めちゃくちゃ分厚いっていうかめちゃくちゃ長いです。まあ長いですけどね。とてつもなく長いんです。そのぐらいですね。世界最古の恋愛、まあその小説、はい、小説としては世界最古の長編小説と言われております。はい、式部。僕も正直原文で全部読むことはございません。ございませんけれども、こうざっくりとですね、はい、学べますんで、ざっくり学んで、で本当は源氏物語とやった方が良かったんでしょうけれども、源氏物語ってやるとめちゃくちゃ長いので、どこをやっていいかわからん。とてもこの時間内には終わりませんということで、ね、まあ、続きものにしてもね、まあそんなに通えないと思いますんで、あの今回ちょっと源氏物語のことはもちろん触れるんですけど、ちょっとざっくりとかなりダイジェストでちょっとご紹介させていただこうかなと思っております。はい、じゃあこの世界に通ずる、またこの令和の世です。もう1000年以上経ってるわけだね。1000年以上経ってるんだけども、その源氏物語の大河でもやるぐらいに、とにかく今でも通ずる物語ってことなんですよ。結局普遍的なね、そんな源氏物語、紫式部。じゃあその書いた紫式部が一体どんな人だったのかというのをまずやっていきましょう。まず1番、紫式部とはっていうとこなんですが、これね、すいません、これ生没年なんですけども、早速あの非常にレベルの高いお客様からご指摘が入りまして、はい、間違っておりました。生没年。あ、これ僕ね、これ937って書いてますよね、93の逆です。973です、973です、973から1013って書いてますね、1013が、これも書物によって違うんだけど、1014とか書いてあるやつもあるし、1031というのもあります。で、13、僕のでも13って見たんですけどね、ここはでもいろんな説があります。ごめんなさい、それぐらい正体不明で分からない人なんですよ。はてな、1013、まあ、13間違いないんだけど、これ973ははっきり間違っておりました。はい、973間違ってます、973に変えてください。そして1013か31と説もあるんで、これはまあ、なんか結構ぼんやりしてます。結構違うでしょ、13とそう結構違うんだわ。僕も今調べて、お客様にそのお客さんは、1031ではないのかとおっしゃってましたけれども、僕今ちょっと調べたらば、やっぱ1013と書いてあるのもあるんですね、かなり開きあります。かなり開き、だからってことはそれぐらい分かんない人なんだね。謎の人なんです。著名人であればはっきり分かるはずなんで、謎の方です。なんならこの紫式部と言ってますけど、紫式部だって本名ではないんですよ。あ、違うんだ。そう書いた源氏物語の調査で、そう、東式部と呼ばれたって書いてますね。東式部、これ富士式部、この富士、この富士っていうのはお父さんの名前が藤原為時という、このお父さんの姓、藤原の富士を取って富士式部で、式部っていうのはお父さんの役職名。昔はね、なかなか本名で呼ばなかったら、その官職名で、だから会社内でもね、あまりこう本名で呼ばない、社長とか、ね、係長とか呼ぶように、はいはい、その官職名で言うんだね。プラスその藤原家の、お父さん、だから藤原氏の式部署の人が当主って、本人はね、式部署じゃなくてもでもそう呼ぶんだね。通称ってことですか？通称ってことですね。東式部と呼ばれたらしいです。それが後に紫式部、じゃあ紫どこから来たのかっていうと、まああと源氏物語出てきます。いろんな、とにかく源氏物語っていうのは光源氏という主人公がですね、いろんな女性と関係を持っていくという、はいはいはい、もうざっくりとこれだけの物語なんだわ、で、その中の一人で、もう生涯の正妻と歌われる紫の上と言いますわ。紫の上ちゃんが生涯の源氏の友だった。いろんな女性出てくるけどね、紫の上が一番とされておりますと考えると、この紫から取って紫式部になったんじゃないかと
あそうだから作品のねヒロインから撮ってる。あそっちですか。説でございますね。まあ、これ諸説ありなのかな、ね。うん。勝手にそう。あそう。でこのお父さんは漢学者であり、まあ歌を歌う歌人であったということ。なのでまあ教育がもらえる立場であったね。うん。お父さん学者ですから。この式部署の役人といっても結構下級下目の身分は下目の貴族だったようです。下級貴族の子供だったということ。そんな式部の生涯なんですけど、はい、まず生まれてすぐに母親を亡くしました、はい、するとお父さんは5歳のもとへ通ったんだと。もう娘も捨ててですよ。通いますか、ねえ。まあ、当時はまあ奥さんも貴族であれば養えれば何人でも制裁以外にモテるということですから、まあ5歳、まあこれはでもお母さんね亡くなっての5歳のもとで通ったと。そうですね。そうなんです。今はね難しいですからね。今はでも亡くなって再婚した方であればいいですか。あそうか5歳だから、うん、そうそうそう後々。まあ、当時は通い婚といって男性が女性のもとへ通っていくというのが普通の婚姻形態になります、ね、で明かりもないからね。明かりもないとこに予売が普通だったみたいなね。あで明かりないとこにバッと行って言ったら顔もわからないんだよ。あ暗いから、うん、真っ暗だ顔もわからないんだけど昼間にその後でやるんだけど当時の文化で貝まみっていうの柿まみとか貝まみだね。貝まみるの貝まみですよね。貝まみてこのだから本当垣根のなんかこう見るんだね、はい、覗くんだね、はい、もうこの時点でこの時代は難しいんだけども覗きですよね、はいはい、覗きをした上であ可愛い子いるじゃないかってあんまりね女性がこの男性に顔を見せない時代ですわ。見せないんだよ自分のそれこそ結婚した相手にしかね見せない時代に見るんだねこの中で見た上で綺麗だなってなったら夜になると呼ばれにすごいわ。もう今の時代と考えられないことだけど、でもその夜そこ昼間と違う人いる場合あるわけだよ。あり得る。言うたら兄弟とかね姉妹とかねいて狙いと違う人の場合もある。あるある。ね。でも朝起きたらそれが分かるわけ。はあ。でも光源氏バンバン行っちゃいます。バンバン行っちゃいます。関係ないと。関係はね。さあ5歳の元に通ってた。でね。幼少の頃から勉学に長けてましたと。弟がいたんだね。弟がいてやっぱりこの女性ってまだその男尊女卑の時代ですから、まあ、女性は勉強というよりは、はいはい、その家事とかそういうもの家のことやってもらいたいんだけれども、あの勉強はあんまり女は学ばなくてもいいだろうという時代なんだが、この弟にだから教えてる、ね、お父さんが弟に教えてる時にこの横で聞いてたお姉ちゃんの式部の方が勉強できたんじゃん。あんたこれはこうじゃないって。あ弟できちゃった、はいはい、でお父さんも、うん、お前が男だったらよかったのにって言ってたらしい。頭がよかった、漢籍の知識があった。この漢籍って言われるのね、はい、中国の文献ですよね。漢字って言われると男とも読むからね。だからこれ男の社会だったんだけども、そのなんと漢籍の知識も式部はあったということ。その証拠にその源氏物語の中にその漢籍の引用が非常に多いんだと、中国の文献からの引用が多いことがこう知識があったってことを分かるわけですね。それが頭に残った。そして、旦那となりましたのは藤原の信孝という方です。この人はかなりのプレイボーイだったそうです。この人、うん、かといって、まあ、光源氏のモデルかっていうとそれはわからないんだけども、別の話、うん、まあ、まあ結構やり手の人だったみたいで、結構年の差があったらしい。もう二回りぐらい違ったみたい。それは普通にあるんですか。おるんだね。なんかそのこの人も何人かいたんだよ、その奥さんが他に、はいはい、いた上で子供もできてたんだよ、はいはい、その上で式部と結婚した。あで式部もだからそう罰1かもしれないと言われて、その26歳とかで結婚したらしいんですよ、式部は。当時としては遅いです、かなり、はい、晩婚です、26、うん、でもそんな、かなりでもやり手だったんだね、その20歳も下のね、娘ぐらいのと結婚するという。あだが、やはり
プレイボーイをたたったのか知りませんけど、3年足らずで病死すると。当時としては別に寿命でもおかしくない。うん、まあそうですね、40いくつですから、確かにおかしくはないよね。まあ、性病かどうかは知りませんよ。さあ、そして文章を書いて悲しみを紛らしたんだ、この夫の。だってね、もう幼少の頃からね、お母さんがすぐ亡くなった上で、ね、お父さんも娘の面倒を見ずに、まあまあ行っちゃうわけだよ、その5歳のもとへ、ね、寂しい思いをしながら、で、ようやく得た最愛の夫が3年足らずで死んでしまった。ここで悲しみを紛らわすために文章を書いたのだと、はい、うん、この文章というのが、な物語とかその小説みたいなものを書いてたみたい。それをまあ、その宮中にいる他の女友達っていうかね、うん、他 の, その同僚とかに見せてたらしいです。いや、同人誌みたいなものです。あ、それは今でもね、うん、で見せてて、あなたこれ面白いじゃない、いけんじゃないみたいなことになってた、うん、ね。でそこで源氏物語を書き出した。これもね、いろんな説があります。これもいろんな説あるので、ここで書き出したかどうかは分からないんだけども、どこで式部が源氏物語を書き出したかっていうのは、これも諸説あるんだ、諸説あるんだけど、まあ一応そのここでは悲しみを紛らすために書いたという説にいたします。はい、書いた上でその同人誌が宮中で噂になるわけだね。宮中でね、うん、その藤原の道長です。当時はとにかく藤原氏が全盛の時代ですから。ああ、この道長さんってのはあれですよ、もう藤原氏の中でもキングオブ藤原という男、キングオブ藤原中の藤原、有名な歌があります、はい、この世は我が世とぞ思う望月に欠けたることなしと思えばってことです。聞いたことありますか、これ。これ、まあ、言っても有名ですよね。有名ですよ、はいはい、道長さん。一応勉強します。私の人生はもう満月のように欠けている部分は一つもないと言ってる。あ、すごいよね、自信家。最近ネットフリックス契約したんですよ。最近遅いと思うんですけど。え、いつですか。つい僕 先週ぐらい。あ、遅いね。めっちゃ遅いでしょ。遅いよ。みんなネットフリーって言ってるけど、なんじゃいと思ってたんですけど、契約したらもう止まんないですね。あ、毎日見てますね。あ、本当。今はイテオンクラスにハマっちゃって。あ、入ってんすよね。泣いちゃってる、はいはいはい、イテオンクラスのね、チャンテヒみたいなもんですよ。わかります皆さん。六本木クラス。あ、分かんないね。愛の不時着と双璧をなした。あ、これ見てもう読んでない。見てない。見てない。ネットフリックスはね、うん、先月入ったんですよ。やばい、おめでとうございます。十分お世話。いたわここにも未開人。そうね。サンクチュアリのためにね。あ、サンクチュアリ今すげえ流行ってる。はいはい。大会しできね、すぐ大会すればいいやと思っても、なんかこう見てると、あ、膨大な量ある、ね。これも後から見ようかなとかね。そういえば一気見できるってすか、すごいね。ね、ドラマを僕はやっぱ忘れちゃうとあれじゃん、うんうん、その週忘れちゃう、一週忘れちゃう、一週忘れちゃうともうなんか、そうそう、一週間忘れちゃうし、かつ見逃すとなんか、はいはいはい、ってなるから、ドラマってあんま見たことなかったけど、連続で見たらこんなに面白いんだねと思って、はいはいはい、タイガー&ドラゴンを初めて見たもん。ああ、そっか、あれも入ってますか。ね、あ、こういう物語だったんだって。いやー、だからその今ごめんなさい、イテオンクラスでチャンテヒみたいな男だと藤原道長を称えたんですけど、分かる方3人ぐらいしかいませんし、あれ恋愛でしょ。ん、恋愛でしょ。いやいや、恋愛もあるけど、なんかめっちゃ店を出して成功していく物語。あ、そうなんだ。このチャンテヒっていうのはライバルでね、すげえ大会社の社長がいっぱいなんか攻撃したという、こう乗り越えていくっていうやつですよ。いや、あれはもう長いね。16話1個1時間ですからね。あ、今14話まで見ました。わー、楽しいとき、もう気になっちゃう、もう、ね、これ、最終話はそうでもないんだよね、大体ね。いやー、やめてください。直前が面白い。直前までが面白い。いやいや、そんなネタバレです。いや、名作とされてますから。はい、そんなですね、ドラマの話もうちょっとしていいんですか。いやいやいや、するなんか気に、え、なんかあんの。いや、ネットフリックスじゃない。日本のドラマは今、11話でしょうか。あ、今11話です。昔13話ぐらいまでなかったですか。いや、でもドラマ見てないか分かんないんだよ。見てなかった。だいたい11話ですね。何見てたんですか、一番古いの。明日があるさとかです。おー、吉本芸人がいっぱい出る。芸人好きですね。まあ芸人、そう、それ、そう、芸人が出てるから見てたっていう感じ、ね。あ、じゃあそんな見てないんだ。マジで見てないです、ドラマ。家なき子とかです。
あ、まあ今は流行ってましたね。金八先生ちょっと見たぐらいかな。誰の？え？誰の金八？あの健次郎ですね。あ、一緒だ。うわーってなる。風間くんのね。ですかね。いやごめんなさいね、本当全く関係ないもん。式部に。まあちょっと脱線。僕イテウォンはちょっと道の関連してたけど。じゃあイテウォンそれ関係ない。あ、じゃあイテウォン見ようかな。でイテウォン、そうチャンレヒに気に、あ、キャン、チャンレヒじゃない、道長にね、気に入られまして、はい、で、そうそう、宮中で小田さんになっていて、すごい物語を書く才女がいるわよということで、誰なんだ、式部だとなって、おい式部、よし、お前はな、俺がスポンサーとなり、彼をやる、だからお前物語を書けって言ったんだよ。おー、すごいし、道長に気に入られる、当時の最大に権勢を誇る道長さんですよ。当時、摂関政治ね、あの藤原さんが、自分の娘を天皇に嫁がして、その、また生まれた子供を天皇にする。で、自分は母方側のおじいちゃんとして外戚って言うんだけど、外戚として権力を持つっていうスタイルだったんですよ。ずっと摂関政治、藤原の。これは400年続くわけだからね。決して自分は天皇にはならないの、藤原氏。この天皇をですね、こ う, うまいこと操りながらやっていた時代、それのナンバーワンの時代が、一番藤原氏が強くなった時代、この道長の時代と言われて、そんな道長に気に入られたのが式部の物語なんでございます、うん、当時はそのだってカニ物語ですよ、神っすでしょ、うん、カニが高級な時代なんですよ、はい、ね、だから神をくれるスポンサーいるわけで、絶対的に、ね、趣味で書いてる分にはいいけど、ああ公式に書きなさいって言ったら紙は言う、で紙は俺が出すからって言って書かせたわけですよ。はい、この道長さんとね、式部もちょっとだからすぐね、男女だとなんかあったんじゃないか、ああ男女の中がみたいな説があるんだけど、まあ、ここからまあ置いといてね、置いとく、もうすぐ男と女って言うとすぐそれが噂される時代ですけどね。あったんじゃん。いや、わからん、これはわからんけどね。そこは特にないんですね、明記されてない、書いて、それは書いてない。でも説があります、ね、はい、それでさあ、一条天皇の中宮彰子に出仕するんだと、大の中に受胎する、まあ受胎じゃねえな、受胎だとあのこうなっちゃいますから、出仕、まあ宮中にちゃんとこの出勤するようになるわけだね。この一条天皇っていうのは時の帝なんですけども、この中宮と書いてます。中宮というのが、だからそういっぱい皇后とかね、その妻がいっぱいいるわけだ、天皇に。だからでもこれ中宮というのは正妻閣の人を中宮と言います。これも道長の力で作ったということらしいですよ。あのもう当時一条天皇にちゃんとした正妻がいたわけだ、はい、ね、ちゃんとした妃、うん、けれども道長が自分の娘を、だから彰子ってのは道長の娘を嫁がしたいがばかりに、ね、で正妻の子供じゃないと天皇にならないから、はい、もう正妻閣のポジションとして中宮というのを作ってしまったんだね。あ、すごい権力者ですよ、ね、それで彰子という、人がおりました。ここに出仕をする。この出仕っていうのは、まあ、女房という、まあ、この自分の神さん女房と語源になってきますけどね、うん、あ、女房ってことですね。女房、この女房、まあこれお部屋を指しますから、女の住んでる部屋を女房と言ってたところを、まあ奥にいるから奥さんとかね、うん、あの女房とか場所のことを名前で表すようになるわけですよ、はいはい、うん、女房としてこの一条天皇のもとに、あ、中宮彰子のもとに出仕する。これはお世話係、家庭教師として式部がハウンティングされたと。あ、はい、うん、物語を書きの、それプラス彰子のお世話係もお願いねと言われたわけでございます、はい、しかし式部は華やかなこの宮中生活馴染めずにすぐに里帰りしてしまいます。そして5ヶ月間の間引きこもります。5ヶ月、5ヶ月引きこもります。というのも何があったの？そう、こう来た時にね、いや噂されんなよ、この先輩の女性、女性怖いよね、先輩の女性たちね、はいはい、なんか道長さん気になるとか知らないけど、なんかちょっと知識あるぶってる
なんかいけすから女が来たわよっつって、うん、いじめられるわけですよ。それでもう嫌だって言って里帰りです。怖いですね。あでも、ええ、出ていけたんですね。まあそうだね、どうやって出ていったかは分かりませんけども、結構じゃあその期待を、まあ、ある意味裏切ったと。まあそういうことですね。なりますね。影って言ってたのにもうダメだっつって言っちゃって、陰口叩かれて、まあちょっとメンタルやられちゃって里帰りということになりました。5ヶ月間引きこもりました。でもですね、やはりあの物語いるっていうことで解き伏せまして、そしてこの式部の方もやはりそのね、お目かけいただいてるわけですから、これ行った方がいいよっていう周りも悟しもあったんでございましょう。やっぱりこれ戻りましたが、やはり また陰口叩かれてもいけないからっていうんで、今度はあえてバカなふりをすると、うん、いきなり天然キャラで戻ってくるこれ中指でーすみたいな言いながら、それなんすかね、やばいけど中指でね、言いながら天然のふりをして、はいはい、バカなふりをした、うん、この作戦が功を奏しまして、あなたなんかいけすかないと思ってたらバカで接しやすいわねなんて、あ意外といけたんです。お騙せた、はいはい、騙せたんだけれども、私本当はこんなキャラじゃないというやっぱりそこもまた葛藤があるんですけど、はいはい、このままでいいのかしらと思いながらも、いやでもここにいるためにはバカなふりをしといた方が得策だわということで、バカなふりをして演じます、うん、はい。さあその中、道長スポンサーのもとに源氏物語を完成させるのであると。この源氏物語はとにかくブームを巻き起こす、この宮中の間で、まあ、同僚も読むし、その天皇も読んだ、時の天皇だから一条天皇も絶賛したんだ。この一条って言ってもちなみにこの一条天皇っていうのはあのこの間安倍の生命の講義やったんですけど、うん、安倍の生命天才陰陽師ですよね。この生命さんが仕えてた天皇も一条天皇ですからね。つながってきたでしょ皆さん、安倍の生命講義受けた方ね、もう忘れてるかもしれないけど、なかったね、安倍の生命天才陰陽師ですからね、はい、時間を窮した男ですからすごいの。まあまあそれで、そんな時代なんだね。だから安倍の生命はその怨霊とかを重複とかね、その退治してたわけですよね。式神っちゅうのを使ってね、わかります、なんとなく、なんか陰陽師って映画にもなってました、野村萬斎やってました、やってましたね、あれバッとこうやるわけだ。だからとにかく平安って言いながら全然平安ではない時代なんだね。あの人、違う平安時代って400年続くんだけど、平安って言うじゃん、平安って言うけど中身はドロドロの時代ということです。全く平らでも全く平らじゃない、その言霊のために平安っていい時代でしたっていう言い方をしてるだけで、実は全く平安じゃないんです。だからそうよ、なんか柔らかい感じがするけど、でしょ、そんなことは、ね、音量とかがはびこっちゃって、だから藤原氏の陰謀でね、他氏を殺したりしちゃって、で殺すとそれがたたり神になるから、それをね、あたたりじゃーっつってこの祭り上げてみたいな、はいはい、音量鎮魂してみたいな、ずっとその繰り返してる時代なんで、かなりとろついてるんですよ。戦国時代の方がね、ちゃんとちゃんちゃんバラバラやった方がむしろ健全ですよ、あっちのっていう音量ができる、うん、かなりドロッとしたヒルトラみたいな時代ですね。もう天下一品のこってりみたいなこってり好きで、こってりこってりこってり好きで平安、あ、何ですか、天下一品もね、京都ですか。あ、天下一品も京都だ、そのとおり、素晴らしい、よくよくね、あんなドロッとしてるの京都なんだ、ね、京都でございます。俺本店行ったもん。あ、行ったの。お、宗国寺と同社大学があるでしょ、はいはいはい、あれのすぐ近くだよね、はいはい、それこそ一条とかにあるんじゃない、あれ一条なのかな、そうだから五所、はいはい、五所の通りだよね、まあ、じゃあ一条、五所と、はい、五所と五所だ、同社大学の間の通りだよね、うん、あそこ本店、あそこ本店あるか、行きましたよ、そうだね、うん、あ、そうだ、めっちゃ近いんだよね、行きましたはぁ、繋がる、繋がるね、天地と繋がるとはねいや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 、ビッグモーターとかもつながってる世相を取り入れなんですさあこの中宮亭主、あでね、この紫式部はこうなんだけれども、これがざっくりした、ほんとざっくりした生涯でございますが、はい、この、紫式部のよくライバルと歌われるのが、うん、清少納言です、はいはい、ね、この式部と清少納言って大体この2代、ね、平安時代の
上流作家と言われますけれども、じゃあこの清少納言って一体何なんだというと、やはり一条天皇の中宮定子に仕えた女房であると。この正氏が入る前はこれ定子がいたんです、一条天皇に。なんか、一応書いておきましょうね、一条天皇ですよ、両方ともこうここに仕えてたわけだね、定子も正氏も、定子も正氏も。でこの正氏側の家庭教師が式部なわけですよね、そして定子側の家庭教師が清少納言であると、そういう関係、そういう関係性。しかしね、なんか気合いで読んでください、これは。これ清少納言はね、枕の草子を書いたわけ、これ春は明けぼのから始まる随筆ですよね、だから物語とは違うわね、なんか、随筆、よく江戸や招き猫先生は枕の草子をかけてね、動物園までやっておりますけど、はい、でこれと比較されてね、じゃあライバル同士だったのかと思うとそうじゃないんだよ、違う、実はそうじゃないですよ、二人はなんと会ったことないんですよ、ここ皆さん意外かもしれません、紫式部と清少納言バチバチだったんでしょ、違う、違う、一方的に式部が何を言ってるだけなの、実はミッチー・サッチみたいなもんだ、ミッチー・サッチいがみ合ってたと思うんだけど、歌丸円楽みたいないや、本当仲いいじゃないですか、いや、本当は仲いいそうなんです、二人はなんと会ってない、なんと被ってないんだね、この彰子がこの受代というここの中宮になった時にもう定子すぐ死んじゃいます、でもいなくなっちゃうのね、のであんまかぶってない、もう来る前にもういなくなっちゃってるから、会ってないんです、会ってないんだけども、もう固定子がとにかく評判良かったらしいんですよ、宮中で良き奥様でね、そこに新しい彰子が来た時に比べちゃうわけだ、定子様の方が良かったねみたいになるわけ、ねとなった時に式部も腹立つわけだよ、彰子側だからね、何を何を定子、ほんで何をあの清少納言っていうアマはと、あの女はと枕の草子読んだけど、何なんか知識をひけらかしてなんか小賢しいわねみたいなことを書いてるんだね、この式部は、式部が腹立つ、そういう言うわけ言っちゃって、だってもうみんなもみんな定子定子言うから腹立っちゃって、そういう関係なんですよ、なので式部が一方で言っているのでライバルみたいななってますけど、実は会ったことがないということ、でもね、本当はその定子に子供がいたらしいんですけども、この子供をなんと定子亡き後彰子が育てたらしいんだよ、だから意外と、まあ子供に罪がないってもありますけども、ちゃんとそんなにここはそんな仲悪くなかったんじゃないかということです、はい、でこの時代というのはとにかく女流文学が流行ったんです。というのも国風文化というなんかね、なんか中高の勉強したでしょ、勉強っぽくなりましたね、国風文化ってあったでしょ、これ何かっていうと日本独自の文字仮名ができたってことですね、この時期、当然その漢字っていうのは中国から来てるものですね、中国の文字ですね、日本独自の文字ではございませんが、だからあれ男漢字って男の字と書きますから、男の人が書く字だった、女性の人は字書かなかったんだね、それをじゃあ女の人にも書ける文字っていうことで、崩したのがひらがな、省いたのはカタカナの発生ですよ、省いたのはカタカナ、そうそう、例えばこのこれを崩すとこう、アになるわけ、ね、この以上のイとかこれがイになるわけで、崩すと、宇宙のウが、ウになるんだよね、これ全部の文字ありますよ、ほんで、例えばこのイなんかは、だからまた人弁のこれとかこれを省くて、ここだけ取るとカタカナ、これだとこのここだけ取るとウになる、まあ、アはなんかこういうのとかね、こういうのからこの取ってアみたいな、こっちかな、どっちだっけ、っていうのがあります、はいはいはい、だから省くとカタカナ、崩すとひらがなという
と。でひらがなというのはこのちょっといや丸みもありますし、まあ、女性の文字とされまして、はいはい、でこの文字が女性にも浸透したということで、女性がいろいろ文章を書き始めた時期だと。この国語文化もね、よく言われるのはこのちょっと前の時代に894年という年だ。これ何の年か覚えてますかね。あ、お、これは結構有名な語呂合わせですよ。白紙に戻ろう。お、出てこない、その先は。遣唐使。そうですね、遣唐使。今すごいあの神の声が聞こえましたね。遣唐使、遣唐使。あ、あったあった。そうなんです。はいはいはい。遣唐使の廃止をやめたわけですよ。うんうん、もう、あ、遣唐使廃止をやめたってなんだ。遣唐使を使わすのをやめたんだね。その当時、先進国の唐も、唐もなんかその当時が、荒れちゃったりしてて。うん、もう学んでる暇もなく、もう番頭という名前時代ですよね。党の勢力もなくなってる時代だったんで、もういいだろう、その費用もかかるしということで辞めました。でこの辞めたことによって、今まで党内図されていたこの日本が、まあ自分独自の文化を見直そうということにもなり、国風文化というのは誕生したと俗に、まあ、教科書なんかでは書かれていますよね。で仮名文学が流行ったんだと。それは和歌、歌を読んだりとか、日記、日記なんかもありまして、そのさらしな日記とか、かげろう日記とか、この時期に誕生した日記がございます。また、土佐日記なんかもあります。土佐日記ね。あれなんかは、紀貫之という人が書きましたけど、有名な文があって、ね、冒頭に。女もすな、日記というものを、男もしてみんとてするな、みたいな。男なんだけども女の文体でひらがなで書いたんだね、その紀貫之。あ、そう、女が書いてるけども男だけど書いちゃいますということです。日記が、それが流行ったという、うん、流行った。で物語、まあ「源氏物語」もしっかり盛んになりましたという時代でございますと。はい、読み終わりましたね。え、紫式部。さあ、ここからです。そう、紫式部が読み終わりました。ここからはもうね、メインテーマといっても過言でございません。紫式部、とにかく紫式部といえばもう源氏物語ですか、イコール。もう紫式部という名よりも源氏物語って言った方が聞き馴染みがあるもんね。そうじゃない？ついじゃないですか。あ、どうだろう。あ、そうっすか。源氏物語って聞いたことあるけど、作者誰って言われても知らんじゃないですか。そう？そんなこと、いやいや、じゃあ皆さんレベル高いんから。一般の今女子高生聞いてみなさい。知らんすよ。いやいや、これはレベル高い人の意見です。雲の上に行かれてるんですよ。いや、そんな世間の20代30代の人全然知らんすよ。アンケート調査してここに来てるお客様はそれはもうね、もうそれは当たり前として来てるかもしれませんけれども、あと実地検査でも分かってるわけだ。うんうん、いやいや、実際にね、統計を取って。あ、そうそうそう、もちろんそうですよ。私はこうやってお話をしてますから、どの程度小学生とか多分中学生がどこまで分かるかっていうのは分かってますから、はい、なんとなく女子大生をね中心に、女子大生中心に、なんかやらしいこと考えてるんですけど、そういうことじゃないですか。違う、はい、そうなんです。で源氏物語ね、はい、これ源氏物語にやっていきましょう。だからもう、なんだろう、鶴瓶師匠といえば青木先生みたいなもんですよ。鶴瓶師匠は青木先生を聞いとけばいいです、うん、聞いとけばいい。聞いとけばいいっていうなんか言い方はあれです。作者はまあ数以前にね、分かる。野ざらしといえば、そう、三代目流行みたいなものです。それはまた違うもん。あれ、じゃなかったっけ。まあ、初代の英雄ですね。野ざらし一番面白い、今の形にしたという。あ、じゃあ、そうね、俺より詳しいからね。得意にしたのはそうですよ、流行ですよ。なるほど、早速詳しいです。船徳とか、なんかもっとしては、噺家の本文といえば桂掛丸と。ああ、それはいいです。それはいいです。落語家の本文か。間違えてる。まあよ、それは。あのね、こうですからね。ですね。軟骨といえば塩味。やっぱりタレより塩ですね。タレ派もいるとは思う。
そういうのあったらつくねはね、織り込んでいいですか。タレだ、つくねはタレです。つくねといえばタレみたいな。あれ面倒くさいから全部塩でって言うんですよね。そう言っちゃうけどね、これタレ、これ塩、これタレでって言うと店員さん大変だから。俺はもうお任せっつって全部塩、あ、店でうまいよ、店でうまくしてくれと、タレか塩かとか、はいはい、でも意地悪な店員は、はい、つくね塩で持ってきたりするんです。違うだろっていうことなんですよね。つくねの話ですか、これ。じゃないです。つくね物語じゃなく、源氏物語。さあ、源氏物語ですね。はい、このね、源氏物語、さあ行きましょう。はい、これがもう最大のテーマですよ。まあ、11世紀初頭に成立したの。11世紀というのは、まあまあまあ、1001年から1100年までの間、これだから1000年代の話だよね。1000年代に成立したのであります。だから、まあ、式部の年とかぶってますよね、に成立したんだと。全54巻であれです。膨大な量なんだ、これ。54巻というのはかなり長いとされている。約94万字からなっております。原稿用紙約2300枚分であると。これかなり長いんでございます、本当に。落語で古事記の10倍ぐらいあるんですよね。落語で古事記にそんぐらいですか。もうちょっとあるかな。落語で古事記、あれ自分で書いたんですか。いや、もちろんですよ。いや、当たり前だろ。当たり前だろ。なんでゴーストがいい。ゴーストか、ゴースト。俺がゴーストなんですか。誰がゴースト。まあまあ、スポンサーがいたので、だこれだけの膨大な量、やっぱスポンサーがいないと体が書けません。道長さんに気に入られたことがでかいんだね。そしてこの物語がざっくりとですね、光源氏とかっこね、かっこその子孫がの栄枯盛衰を描いた物語がありますよと。これね、3部に分かれてるんだわ。1部、2部、3部とざっくり分かれます。基本的にはこの宮中ね、光源氏がとにかくもういろんな女性と関係を持つんだけれども、源氏がまずこの生まれです。この光源氏の生まれというのがちょっと不遇なんだね。まずこの霧壺亭っていうのがいる。時の帝ね、源氏物語の中のフィクション帝ですよ。これはもうそういうことですね。そうそう、物語の中の話ですね。そうそう、霧壺亭ってのがあるわ。この霧壺亭に、奥さんが正妻がいるんだけれども、正妻以外にもう一人、まあ、奥さんがおります。これが、まあ、霧壺の同じ霧壺の、行為というのがいるんですね。これちょ、これこっちの正、この正妻だから身分低いんだ、こっちは、ね。で、ここの間に生まれたのが光源氏なんです。でも桐壺亭は本当の正妻の奥さんよりもこっちの方が可愛がったんですよ、好意の方で。そこから生まれたこの光源氏を、玉のようにかっこいい男の子が生まれたんですよ。すごい綺麗な男の子が生まれた、イケメンが。で、こっちを可愛がりたいのだが、身分が何せ低い、とにかく身分が物の時代なんで、身分が低いのに可愛がれないんだね、でね、この子もいじめを受けちゃうわけですよ、お母さんが、結構、この身分も低いくせに可愛がられてるっていうんで、ね、中身がね、そう、やっぱ周りがね、いっぱいいじめを受けるわけですよ。だって通り道にうんこ置いてあったらしい。マジで書いてあったの。いきなりですね。それぐらい段階があれそうなの。まあそうだね。汚物で攻撃するということがあって、で悲しいんでた。じゃあこの光源氏、お前もかわいそうな立場だからっていうんで、もう親戚降下と言いますけどね、天皇じゃない身分にしたってことだね。これ今のあるけど、あのほら眞子さんみたいなもんですね。ああ、なるほどね。眞子様から眞子さんみたいなことで、はいはい、まあその天皇には姓がないですよね。姓がないんですけど、この源氏という姓を与えたんだね。姓を与えた上で親戚降下させる。つまりもう皇族じゃなくすんだね。あ、第二王子。もうこっち正妻の子供がいるから、うん、から第二王子なんで、もう天皇になれないわけで、なれないんだったらば、いじめられちゃうんで、もう親戚降下しましょうって。皇族じゃない。当時のために。当時のためにです。そう。したわけなんですが、ここからまあ始まっていくんだ。でも親戚降下されたこの光源氏が徐々に徐々にこの頭角を現して、最終的には
高い身分の位のものになるというような成功ストーリーでもあるんだ。本当に恋愛でもありながら成功ストーリーでもあって、まさにイテオンクラス、イテオンクラスの、イテオンクラスここから撮ってるかもしれません。足りなくもないはい、まあ、イテオンクラスでも圧倒的に女性が多いですけどね。とにかく女性いっぱい出てきますから、いろんなタイプの、はい、でこの3部制で分かれるんだと。まず第1部、罪の章だと、ね、これ何かというと、このキーツボのね、帝がこの可愛がっていたんだが、新郎もたたったでしょ、いじめられて死んじゃうわけだよ。死んだ時にですね、何不実語と呼ばれる、このこれはね、この人も、もう源氏が生涯愛した女なわけですけど、この人がまた受胎するわけですよ、ね。でこの藤壺が秘術の方にめちゃくちゃ似てたと、めちゃくちゃ似てるという理由でめっちゃ可愛がるわけですよ。で好きなタイプだったんだね。でこの光源氏が3歳の時に秘術の声が亡くなってるんですよ。でお母さんっていう時に亡くなっちゃって、母の、まあ、記憶も定かでない時代にこの藤壺が入ってきた、うん、したらあお母さんにしかもすごいそっくりだということで、お母さんという愛情もありめちゃくちゃ源氏が懐くわけ、うんうん、で懐きすぎてなんとやっちゃうわけだほんでできたのが、うん、これ桐壺天の次には朱雀天皇って、これはね実名でいるんだよ、うん、ここがなんか、うん、なんでって思うんですけど、朱雀天皇って実在した天皇、昔のね天皇が出てくる朱雀天皇、落語心中にもね、スケロクって出てくる、あ、まあみたいなもんですね、全部が架空じゃなくて、たまに実名も出てくるみたいな、知らなかったね、うん、で、こっちは、このね、言ったらこの3つしてしまうわけ、うん、だって本当はだって、お父さんだね、お父さんの奥さんだね、うん、ね、お父さんの奥さんと言っちゃったわけですよ、はいはい、で、できた子供、はい、不義の子供、うん、で、周りからは桐壺邸の子供と言われてる子供だよ、こここっそり言ったんだから、ああ、本当は分かんない、ね、うん、それが後に天皇になっちゃうわけ、冷静天皇という、あ、ね、で、これね、この、ああ、はい、この3つと書いてますよ、桐壺邸の妃との、だからこう妃ってのは藤壺のこと、藤壺と3つしてしまったと、生まれた子が即位するんだと、これがまあちょっと苛まれるわけだよね、そのこっそり言っちゃったことはいつバレるんじゃないかと、お父さんに、あ、お父さんにバレてない、そう、だってもうこれなんか、まあ、顔似てないって、光先生に似てない、まあ似てまあ、こっちも似てるわけだから、こっちも子供が似てんだけど、でもなんか光先生も似てないみたいな感じで噂される、はい、ね、うわ、いつバレるんだ、お父さんに怒られるというのをやりながら育てたみたいですよね。ここがまず面白いとこなんだね、源氏物語の始めとして、これ最初なの、そう、その読者をつかむポイントですよね、まずこういう人生なんであると。そしてこの光源氏がどんどん出世していく、まあまあだからこの罪っていうのはこの罪ね、そのお父さんの奥さんと成功してしまったということだね、うん、で子供産んじゃった。さあ第2部は罰であると。これは、うん、後々やってくるその女三宮という、これみんなね、あの実名じゃないですよ、名前も、これなんかやっぱ官職名みたいな、あ、はいはい、場所の名前だったり、その身分の名前、身分っていうかその官職名だったり、うん、職業だったり、その場所だったりするわけなんですけど、女三宮というものが、やっぱり源氏の奥さんとして来るんで、来るんだけれども、この女三宮が、後で後にね来た女三宮っていうのは、違う男、柏木さんが出てくるわ、柏木、これちょっと後でまとめますね、はい、とにかく登場人物多すぎるんで、はい、柏木っていうのが、はい、これライバルの息子なんだけど、うん、ライバルで、うん、東の中将っていうわけ、うん、東の中将、これが源氏生涯のライバル、この二人でもってずっといい女いねえかなと探しながらやるわけ、うん、ああ、この人だぞ、そうで、この東の中将の息子が柏木なんだけど、この柏木が行っちゃうわけ、ここね、行っちゃうわけよ、これ行っちゃって、うんうん、で、薫って子供ができるわけだ、
薫。ああ。え？でこれもこの人は密通してるから、世間的にはね源氏のこともあるというか。ああ。けれども本当は柏木の子なんだよ。ああ。これは源氏も知ってんのよ。おお。つまり同じこと起きてるよね。ね。自分がしてしまった密通を自分の妻でされてしまった、はいはい、罪からの罰なんだと、あいうことで、生まれた子源氏が私の子ではないと知りながら育てていく顔を、ね、これ第二部ね、これ第二部、うん、これ因果応報ということです。それ第三部になると、第三部なんか宇治十条とか言われてね、またちょっと別その源氏の死後の物語です。これは死んだ後、うんうん、死んだ後の物語もあるんです。子孫の物語、薫と今度は薫と二尾宮というのがあります。薫と二尾宮がこの光源氏と遠野十条みたいな関係のライバルなんですよ。薫は世間的には源氏の息子です。二尾宮は源氏の孫です。いろんな奥さんいるから、いろんな奥さんいるから、そう、ここは繋がりない、親戚っちゃし、まあそうだね、非常にややこしいですよ、うん、いとこ同士結婚したりとかも当たり前ですから、本当自分の氏族の中で結婚を繰り返したりしますから、はい、三部はみんな繋がるんだ、いないんだね、死んじゃってる。そう、源氏はいないです。で、薫と仁王の宮は主人公の物語になるですけども、うん、で大井の君とか浮舟という女性のキャラクターが出てきますが、それらを償っていくんだと、まあ、これちょっと後言いますね。さあ主な登場人物でございます。主な登場女性、キリツボの恋、これ今言ったね、これね、うんうん、からの藤壺ね、はい、こうキリツボに可愛がられた行為に似ている人が藤壺、はい、でずっと光源氏は追い求めたのは生涯この人でございます。藤壺です。さあ藤壺がに、通っていたんだけども元服します。元服というのは今でいう成人ですよね、12歳とかで元服してたらしいんですけども、もう成人となりましたらば藤壺さんがあんたはもう一枚の男だからって会えなくなっちゃうんですよ、うん、もう来ないでってなっちゃう。でちょっともう男になっちゃってたから、子供っていうか男になっちゃってた、あんた来ないでダメよと、私はダメよ、あんたの立場おは母親なんだからちょうど断ってた、はいはい、もう会えないわってバシッとされたんですね、うん、そのうちに源氏にさあ元服しましたので妻を持たせられた。それが葵の上でございます、うん、葵の上、これ妻として入ってきます、うん、この葵の上というのが、まあ、いわゆる政略結婚です。恋愛じゃございません、うんね、この人が来るんだけど、この人がかなりツンデレだったらしい。ツンデレ、かなりツンツン、いやツンデレないぐらいツンツン、当時からある超ツンツン、どうせ私は政略結婚でしょみたいな感じの子だったらしいです。でもあんまり葵の上とね接触させてもらえないんだね、あ、うん、そこでじゃあ寂しくなったこの光源氏は六条の御安所というちょっとお姉さんで光源氏の教育係みたいな人になります。あ、この人どこに、まあ、塾みたいな感じで通ってた。そしたらばこのお姉さんが結構たぶらかしたりしてきて、あ、その勉強以外のことも教えてあげるわみたいな感じで言ったんですか。それは言ったでしょ言ったと思ったでしょ六条宮津所と関係を持ってしまう。あ、さあこの六条宮津所っていうのは源氏物語の中では、うん、とんでもないキャラクターでございます。でもないものすごく怖い怖い人です。怖い、ね、女性の中でも何だろう、生き量で人間を殺す人です。殺せ、自分の生き量で呪い殺せる人なんで、これ六条宮津所かなりキャラ濃いですよ、はい、さあそういう関係を持ちました。つまり嫉妬深い女でございます。これね、うん、一人一人これタイトルをつけていくといいとさ、なんか分かりやすいとされてますよね、うん、だから桐壺の声が理想のママですよね、うん、実は理想の女性だ、うん、そして葵の上は、まあ、ツンデレな制裁だ、うん、そして六条の宮津所はもうなんか生き霊を扱うこの呪いの嫉妬女みたいな感じですよ、うん、ね、それでさ、見やすいところも行きながら、でもやっぱり満たされない源氏。さあ次は行ったのはうつせみという、うん、この子もね、なんかちょうど、この遠野中将とね話をしてたんですよ。
2人で、ね、上流の子もいいけれども中流ぐらいがいいよってなんか下流中流上流とあってね、まあ、その上その身分上の人が中流ぐらいの女性が一番いいんじゃないかって会議したらしいですよ。会議したどんな会議か分かりませんけど、はいはい、それでじゃあ中流行ってみようっつってじゃあ中流行ったらうつせみぞいてね、うつせみじゃあうつせみちゃーんってこう言ってでうつせみはもうちょっと身分が違いすぎる現実高い親戚効果として身分高いんだよでも、はい、高いからいや私は身分釣り合わないからって一夜を共にしたんだけどやっぱり通ってくる源氏をこう突っぱねたらしいですよね。でやっぱりでも源氏はその行きたいんですね追いたいんですね。やっぱりうつせみちゃーんってある日こう夜中入ってったらば、うん、やはりさっき言ったやつですよ。夜中なんかわからないうつせみのなんか兄弟姉妹がいたんだよね。これ姉妹の方行っちゃうわけですよ。間違えて間違えた。でなんか行こうとしたらうつせみは逃げちゃったんだよね。うつせみはもう源氏が怖くて逃げちゃったでその 妹かお姉ちゃん置いといてね、うん、そしたら源氏もこう、まあ、抱こうとした時に、うん、あれうつせみじゃないねってなるんですよ。あ、まあ、キズさんがちょっと声かなかね、はい、はい、私うつせみじゃないんですけど、え、うつせみに用があったんですか。いや、あなたに用がありましたって、あ、とっさにとっさにね、あ、いや、あなたを目指してきましたってとっさに言って、あ、まあ、抱くと起点が聞くわけです。あ、持ちます。いや、聞いてるのが分かりませんけどどさくさに紛れて、はい、あら、で、うつせみは抜け殻のように布団から抜け出していたからうつせみという名前がついてるわけです。抜け殻という意味でね、セミの、うん、っていうこともありながら、いい、さあ、次、夕顔だ、うん、逃げる女うつせみね。で、夕顔、この夕顔も中流の女でございます、はあ、で、この夕顔のデータとしては遠野中将が元カノです。ライバルの元カノ、ああ、夕顔は中流、この間行った中流の子良かったなって話をしてた、それは夕顔だったんだね。そんな話もない二人で、そう、夕顔てて夕顔良かったなって中流言ってた、はいはい、うちに源氏が夕顔見つけたんだね。ああ、うわ、夕顔か、これ あいつが夕顔か、ああ、って夕顔に行っちゃうわけですよね、はいはい、うん、ライバルの女、夕顔でございます、はいはい、ね、ちなみにこの京都の地名で夕顔町っていう地名ついてるとか、源氏物語から来てるみたいな、はい、すごいよね、物語から町名になっているという、はい、ね、で、この夕顔をちゃーんって言った時に、うん、え、来ました、六条の宮洲所でございます。あ、出たが、最近来てくれないもんね、源氏くんと、あ、で、なんか超能力で見たらですね、もう夕顔のとこ行ってると、何よって言って、若そうがって言って、生き量でこいつを殺します。あ、クッて生き量で。ユガオが殺された。呪い殺す。すごい能力を持ってるんです。六条見やすいところ。こいつを抑えとかなきゃいけないわけですか。そうだね。なりながら、さあ、でもまだ満たされない源氏でございます。というのも、とにかく富士通もありそうなの。でも会えなくなっちゃってるからね。ってなった時に、ある日のこと、富士壺そっくりの女性を見つけたわけだ。ほら、あ、この人だといけるか。で、この人はただ年が9歳なんだ。9歳、まだね、2000、あ、はいはい、幼女です、うん、幼女とか少女です、はいはい、で8歳と9歳から、まあ、1桁台ですよ、うん、を見つけまして、それは紫の上って言うんですけど、うんうん、これは後に制裁となる紫の上ね、紫の上で見つけて、で、あ、あなた富士壺までそっくりだと。でもさすがに少女なんで、さすがのもう猿男、光源氏に手出せませんとなって、うん、ね、なんかこの紫の上は実は富士壺と似てるはずで、富士壺の姪っ子だったんですよ。はあ、ね、ちょっと似てんのよ、姪っ子で、姪っ子はちょっと諸事情あっておばあちゃんと一緒に暮らしてた、はあ、ある山奥で、はあ、それたまたま見つけたんだよ、はいはい、で、姪っ子ちゃんじゃないかと、うん、なって、うん、で、光源氏が取った行動は、はい、この少女を誘拐します。あ、誘拐した上で育てよう、はい、育てて自分の妻に後しようと、すごい計画。そう、おばあちゃんに黙って、育てのおばあちゃんには黙って誘拐しちゃおうと。まあ、初め黙って誘拐したんでしょうね、うん、後々多分話したんですけど、あ、もう分かる、分かる、その場も誘拐です、本当にとっさに、とっさに、すごく教えるよね、誘拐します、うん、で、紫の、紫の絵も、あの、殺
これから俺と一緒に暮らしていくんだって分かったお兄ちゃんって結構受け入れて、はい、暮らしていくんです、はい、さあそんな中、うん、やはりまだ少女ですから満たされないわけですね。さあ次なる獲物といいますか、あの末妻藩というのが出てくる。これが結構コンプレックスを持ってる女性だと、結構あのまだ年いってるのに、結婚もせずにちょっとしおらしい女性なんだと、なんかちょっと顔にコンプレックスを持っていて、なんかあんまり男性ちょっと不信というか、うん、そういう状態だったと、うん、源氏はもう、あ、なんだそんな子がいるのかと、いいじゃないかと、こんな中なんかイケイケな子よりもそういうなんか控えめな子がいいんだという時期だったね。よし、じゃあ行きます、末妻花ちゃんって言ったんだよ。って言って呼ばいをしました。で呼ばいした上で朝見たらめちゃくちゃ不細工だったらしいんですよ。とんでもない不細工だったんですよ。隅隠さず言うとね、隅隠さず言うと、ほんでなんかね、鼻が象みたいで長くて赤かったらしいんですよ。鼻が、うん、でこの末妻ってあるでしょ、スエツムハナっていうんだけど、スエツムハナイコールこれ紅花、紅花のことをスエツムハナっていうらしいんですよ。紅花って赤い花ですよね、はい、だから赤い花、花が赤いだからシャレです。シャレでスエツムハナとなっている。さすがに何でもござるの光源氏ももうこれ朝顔見たら、いやこれはまあやばいと、こんな人に手出しちゃったみたいになったらしいですよ、うんうん。朝気づくのが多いですね。そんな中、今度はまた遠野中将との会議で、うん、近頃の流行りの女性は何だと、うん、今度はな、中流じゃないぞ、熟女がいいと、熟女がいいらしいぞ、いきなりありまして、なるほど、熟女ブームなんだ、うん、なって、これ熟女に行こうと、大人の女性っつって、あの六十次回ですね、源内志之助というやつ、源内志之助、六十次回、当時はもう現地20代ですからね、自分のトリプルスコアというですね、女性の子ということでございます。で、やはりこう、だね、まあ、関係を持って、やっぱ朝見て、こんなババアをやってしまった。包み隠さずに、ごめんなさい。分かりやすく言うと、こんなババアをっていう気持ちだったらしいですよ。で今も、今とは違い時代ですもん。当時の60ですからね。今はもう若いですけど、はい、生涯。はい、源氏の源氏のセリフでね、言ってますよ、はい、いろいろフォローを、ね、差し上げますから。それで、まあ、内緒内緒助は東の中将に行きましょうね。でもモテ期到来みたいな、急に私60になって急にモテ期来たわみたいな、若い子から確かに、ね、今回言われる、何これ、自分が何歳でブームが来るか分かんない。そうほんで、次は、じゃあ源氏もまだとにかく止まらない男源氏でございます、またなんか刺激的な女じゃないか、あーいたと、うん、刺激的な、これはなんとこの規律の相手方だよ、この相手方のグループで、はい、そう、またちょっと勢力図がやっぱ違うわけです。同じ藤原氏と源氏でもね、次期天皇とのなんか関係者になるためには権力を誇るためにはっていうグループ分かれたんで、派閥が別派閥、敵派閥の女おぼろ月よという、これ敵派閥、私、あんた、ライバルだけ大丈夫って言いながら、うん、でもそれはスリルがあっていいんだぜっつって、ライバルの女、まあ、敵型の女、おぼろ月夜というのに手を出すわけだね、うん、しかもそれは見つかっちゃいます。見つかっちゃいます。これ何回も王政を重ねておりましたらば、もう敵になんか言ってるとこバレちゃってね、向こう方に何やってるってつって、すいませんっつって、で、源氏はもうこれ、このままではもう世間の評判もかなり風当たりが強くなってきたというので、もうここにはいられないってことで、ちょっと謹慎にしますっつって須磨の方に行きます。須磨って明石とかなんですか、あの兵庫県、兵庫の、そう、須磨の、そう、須磨のだの方に行くことになります、うん、で、その風当たり強くなってきた時に、あのみんなもう、ね、昔の子たちも、あ、いや、とこう突っぱねたところで優しくしてくれたのが花散る里であります。この花散る里は源氏の幼馴染の女性です。あ、幼馴染、はい、これ幼馴染出てくれたが優しいんだね、してくれた。あ、で、この間にね、葵の上って正妻でしょ、正妻との間に子供ができました、うんうん、で、ちょっとツンデレだった葵の上も、ようやく子供ができたことで、なんかちょっと接近、やっぱちゃんとした結婚した旦那だからってなってきたのだが、そのうちに
やはり六条の目安所が登場しまして、あ、なんじゃーっつって制裁だからなんじゃーっつって生き量で殺します。青江のも殺します。はい、二人殺しますもん。無茶ですね、それは、ね、すごい無茶だもん、ね、殺しちゃって殺しました。あれで制裁今いない状態ね。ほんで、さあ行きます、花散る里、スマ、スマの方に謹慎だと行きましたね。行ったら、いたのがその田舎にもやっぱお寺、お寺があって、そのお寺の娘でなんか可愛い子いたんですよ、うん、で、あ、何だろう、都の方からめっちゃ身分高いイケメン来てると、うちの娘これ嫁がしたら身分上がんじゃねと考えた坊主がいたんだよ。坊主なのにゴンドガルですね、そのこの坊主がですね、娘を嫁がすわけですね。ケンさんどうですか、うちの娘、これが明石の御方、田舎の女でございます。で、この明石の御方もね、いや、私なんかって身分が違いすぎますって、田舎ですからと言いながらも、まあまあ、なんか周りの目もあってこう一緒になることになりました。はい、で、御方で間に娘が生まれる、子供が生まれる。で、この子供を明石の君って言うんだけどね、書いてないけど、それを育てるようになったりします。わかるこれ。めちゃくちゃややこしいですよ、ね、それぞれにね、いろいろ僕今かなりダイジェストでお送りしてますからね。はい、本当だ、これ超長いんだから、一つ一つそういうドラマ、ドラマ、一つ一つドラマがあるんですけど、はい、そのうちにまた女三宮という、今度は朱雀天皇の娘、これ娘が源氏の妻としてどうだって来ました。源氏の奥さん、いっぱい女性がいたんだ、これいろんな女性いるでしょ、後で内蝉とかも引き取ったりするんだよ。六条院と作んで、六条院、この六条院っていうのが、もう源氏、光る源氏パレスというか、あ、もう春の町、夏の町、秋の町、冬の町ってやって、それぞれに女性を住まわすわけ。春の町は一番の格が高い紫の上を住む、結局紫上も成長して正妻みたいな感じになりますんで、結局紫の上なんです。紫の上だったりで、青い、その明石の御方の娘である明石の君というのを、秋の町に住まわしたりとか、で、うつせみとか末妻花なんかも、うん、かくまってやる、かくまってやるというか、俺が育ててやる、面倒見てやるっつって、はい、住まわす、源氏スーパーパレスっていうのができるわけ、六条院ね、フォーシーズンズパレスですね、そういうマンションですね。そんなところに、女三宮というのが入ってくる。これいろんな女性の関係を持ってるんだけれども、一つ足りなかったのが身分の高い女性いなかったという時に、さあ、朱雀亭の娘、女三宮が来るわけ。ああ、じゃあどうですかって言われて、ああ、そら、いや、欲しかったんです、その今、足りなかったもの欲しかったということで、女三宮をこう得るんだけども、得るんだけども、さあ、ここから、この柏木ですよね、こう一緒になったんだけど、女三宮ってなんかあんまり笑わない女っていうタイトルですよ、笑わない女、なんか人形みたいで、心ない女だったんですよね。で、小野さんにはちょっと手を焼いてたんですけども、ここにですね、柏木が関係、この柏木とは誰なの、はい、東の中女の息子なんですね、これ息子がやってきた。で、いつの間にか三つしてた、そして子供もできちゃう、それが薫でございます。そして自分と同じ境遇に立たされたということだね。ちなみに、この間にこの冷泉亭も自分の父親が光源氏であるということを告げられたわけですよ。なんだ、自分の言ったのが兄弟と思っていたらお父さんだったんだってなって、はあね、で、お父さんにもなんかちゃんとした地位を与えようということで準太政天皇という位を与えたんですよ、はあ、この位は正式にはございません、実世界にはございません。準太政天皇、つまり天皇になったら上皇って言われるじゃん、いや、天皇やめたら、はい、それをそれに準ずるよってことですよね、うんうん、でこういう位はないんですよ、だって源氏は天皇になってないから、うん、けども太政天皇と同じ格ですよってことをしたんですよ、はい、自分のお父さんだからってことで、でこれがもうすごい地位だよね、もう天皇の次ぐらいの地位を得た、そしてさらにパレスも完成したということで源氏隆盛時代でございます。大隆盛時代到来する。しかし、この女三宮とこの三つがあり、こういうスキャンダルっていうかね、なんかこういうことも起きてくる、はいはい、で、この女三宮からの、
この薫と仁王の宮ってね、はい、この仁王の宮はこの朱雀亭、このすですね、俺も分かんない、大変だだいぶ大変だ、大変大変です。あこの朱雀亭にね、こう嫁いだのがこの明石の奥方の子供なんだよ、明石の君なんだよ、ね、これ生まれたのは仁王の宮、つまりだから自分のね、孫だよね、孫だよ、ね、顔、源氏から見た孫ね、で、この二人がライバルとなっていく。で、この二人が、もうちょっと時間もあれなんですけど、ざっくり言っちゃうと、この二人が、いいなと思ってたのは、この兄弟のね、大井の君、中野君、うん、ってがいるんだよね、うん、これ姉妹ね、うん、この、仁王の宮の子は、この中野君行きますって、で、薫の方は、この大井君行きますってなったんですよ、うん、ね、でも大野君はこっちは成立したのカップ、はあ、でもこっちは大野君いろいろ悩んじゃって、いや身分高いし違うし、はあ、でもう姉妹もう妹がこっち行っちゃってるから、まあ、どうみたいななってて、で私はそんなあなた好きだけどでも身分が違いすぎるからきっと後々不幸になるからってことで受け入れないんだよね、受け入れない時にもう死んじゃうんですよ、そのうちに死んじゃった時にですよ、はあ、さあここで登場するのが浮船というキャラクターなの、この浮船っていうのはこれ源氏物語の最後を飾るヒロインのこの人ですよ、浮船、この浮船っていうのはやはり大江の君似ているんだね、あ結構似てる恋愛多いんですよ、富士通もそうだった、似てるで、薫は結局似てるからやっぱ大江君の開いた穴を塞ごうと思ってる、浮船行く、これ結局これね、お母さんに一緒なんだよ、あ、ごめんなさい、お父さんも一緒、つまり腹違いの姉妹だったんだよ、なるほどね、通り似てるんだよ、で浮船に薫は行くんだよ、ね、したら浮船は薫、に行く、でもそれはだってお姉ちゃん大江の君に似てるからって理由でしょと、私好きなんじゃないでしょ、似てるから来るんでしょあなたってなってる、で仁王の宮も行く、仁王の宮行くのは薫に負けたくない、薫のえ、女かお前と、薫の女で俺の方がいいだろうって、薫にただ対抗意識燃やして、はいはい、別好きでもないのに行くんだよ、日本の宮で浮船はこういう状態ですよ、どっち行こうかってどっちなって、もう私なんかいない方がいいんだわって言って宇治川に身投げするんだよ、ね、でここで死んでないんだよ、死なない浮船、死んだと思われた、葬式もやった、でも意外は分かってない、この浮船は流れ着いたところに山奥の流れ着きまして、そこでお坊さんに拾われたんだと、そしたらば、うん、こういうことがあったんだと、私はもう出家させてください、え、大丈夫かその長い髪を切って、大丈夫です、決心します、出家するんだよ、で出家して風の噂で薫がね、浮船が生きてるよ、伝わってきた、で薫が、うん、じゃあ浮船を訪ねて、これは正解かわからないけれども行こうって言って浮船のところに行く、で手紙をまず渡す、その仲介の人に渡す、会わせてください、でも浮船はこういう人来てますけどって、浮船はもう人違いだと言ってくださいって、会わないんですよね、でそうかって言って薫帰って、浮船はまだ今もどこかで生きているのかな、で、源氏物語終わります、あ切ない、切ないでしょ最後は終わり方が、えこれなのよ、このこんだけさ、なかなかやって最後終わり方それなんだよ、最後は成就しないでね、ここなんですけども、そんなざっくりと今ストーリーを追ってきましたが、まあ、東条城、柏木、薫、仁王の宮、これやりましたね、で、じゃあ、そんな物語、源氏物語について評価やりましょう、東条文化わかる、会話三つ間通り、これさっき言いましたよね、全部言いました、見て、男が通ってた、異界石製作藤原氏ね、うん、で、歴史書に書けないし、人間の真実を描いているんだと、そうですよね、歴史書にこんなことはまあ書けませんし、誰か3つ下だとか、でも実際はこうでしたっていう話、落語と講談みたいなもんですよ、こう落語には俺実登場人物出てこないんじゃないですか、講談はまあ一応歴史書に沿ってやるけれどもみたいな、うん、だ講談に描けなかった庶民の歴史、庶民の当時の風景が落語なわけじゃないですか、みたいなことで、うん、
歴史を書けない、しかしこっちが本当の真実なんだね、こういうことはあったよと、その藤原氏の権力保持のためにいろいろ政略結婚があったし、書き手の人生や思想が投影されますと、これもどんな本でもそうですよね、もう絶対そうなんだよ、 本にはもうその書き手の人生とか書いてあります、太宰治だって三島由紀夫だって、その夏目漱石だってそうなんですよ、結局その自分のなんか体験したものがフィクション小説あっても絶対書かれるんだよね、この人作者を表してないみたいな人が出てきたりするわけだね。でこの紫式部だってこの早めに父を亡くしたとかね、いう人生がこの、ね、規律の行為をなくした現実を表してかもしれんしとか、いろいろ自分の実体験が現れているんだと。そしてじゃあその源氏物語というのは世界最古の長編小説、言いました、日本じゃない世界最古なんだと。なぜ当時めっちゃ後進国なんですよ日本は、文明レベル低いんだよ、低いのになんで世界最古の小説はうちで生まれたんだって話で、これはやはりですね、もうこの講義のたんびに言ってますけども、古代史の歴史は怨霊の歴史とも言われるように、やっぱ怨霊鎮魂のためという説があるわけですね、説が。というのも源氏というのはこれ後にほらあの鎌倉武士とかの幕府を開く源氏の祖になるんです。ちょっとまたそれとは違うんだけど、またその祖になるもんで、この時は藤原氏に他氏排斥だね、もう陰謀でこうやられてる存在ですよ源氏、源のなんとかは謀反の罪とかでやられてるんですよ藤原氏に。やられてるものが主人公で流星する物語なんで、普通はアウトですこんなもん。その道長がスポンサーやってんのよ、ありえなくないですか、ライバル会社の流星を書きなさいって言ってんの、おかしいよね。これが日本の文化であります、それが怨霊信仰だと。この負けた者っていうのは生きてる時の権力が強いほど死んだ時にたたり神となってこの世に生きてる者に災いを増すという信仰があったんですね。だから天神様とか菅原道真とか、あれだってすごい役人だったけども、太宰府に流されて死んじゃった、でも怨霊となった、雷とかを落とした、ね、あれは天神だったんだっつって天神をこの社を作って祭り上げるといい神になるんですよ、それは怨霊信仰というセット、これが日本独自なんですよ。なかなか悪者って言ったら国家の反逆者や、反逆者を祀ってんだよ、これ世界中にありえないことなんですよ、普通は。でも日本ではそういうものって怨霊になるから祀んなきゃいけないんですよ。祀るためには鎮魂本がいくつかあって、一個は神社を作る、一個はあいつすごかったんだよって語ってやる、はい、それが鎮魂になるわけ、だからこんな長々とした源氏の物語ができたのは怨霊という思想が根底にあったからじゃないかという話なんですよ、だから藤原氏は敵家の源氏を主役にしたんだと。じゃあ中国で当時先進国の中国でなぜこれが生まれないんですか、生まれないんですよ、というのは中国は儒教です、儒教というのはフィクションを認めないんです、儒教って小説は悪とされてたんですよ、儒教あれ嘘だから、実はあったことじゃないから、ただ嘘ってだけ言われて、だから小説の章ってこれ別称ですよ、章ってついたら、で怖さとか小三治それは別称じゃない、あれは別称じゃないけど、当時は別称なんですよ、ショーってついたら、あ、ショーってね、だから、ね、だから嘘の説で小説と言われてた、だから中国では逆に生まれ得ないものなんですよ。でも日本でなぜ生まれたか、そう怨霊を生かすため、生かせば怨霊は気分を良くしてたたりを起こさなくなるのである、でこの霊のことを物と言ったりする、もののけと言ったりするね、物ですね、だから物を語るから物語、ここから生まれた、そのものなんです、そうなんです、物語、勝者というのは歴史を作ります、歴史は勝者を書きますよね、だから自分の試合が正当化できるように書き換えられたものが歴史でございます、勝者の歴史、じゃあ敗者は何を作るんだ、物語を作る、
から源氏が、平家物語もそうですよ。平家が負けたから語らなきゃいけないんです。源の義経だってそうですよ。義経は源氏をねやっておきながら、あ逆だよ、平家をね倒しておきながら結局頼朝に追われて、でね義経を生かそうと思って不遇の死を遂げたんだよ、ね、義経がいたから勝てたのに殺すわけですよ。だからいやいや義経さんはまだ生きてるんだって言ってジンギスカンにしてみたりとか、うん、これ本当そうなの、生きてる説にしたたりとか、で負けた側が英雄になってくるんだよ、物語の主人公になってくるんだよ。これを方眼美意と言うんだよ。この方眼美意というのは源の義経が九郎方眼と名乗っていたから方眼美意なんですよね。でこの決まりました、ね、決まりましたよね今決まった顔しました、決まった顔したんだよ。さあ、じゃあこの源氏物語という作品が現代まで残る作品というのはなぜなんだってことなんだけど、これがまさにさっきの終わり方なんですよ、ね、うん、こんだけ長々やっといて、こんだけぐちゃぐちゃやっといて、最後浮船が断ったところで終わる、なんだこの終わり方、完結をあえてさせないこの半端な終わり方が想像をかきたてるな、ね、はい、見るものの、はい、このこんな終わり方してみんなすごい議論になったなって、え、なにこれ源氏物語、うん、こんだけ読んで何このエンディングっつって、うん、みんなこう騒ぎになって、はい、この後どうなったんだ、はい、浮船どうなったの、薫どうなったの、二宮どうなったのって議論した、はい、議論することで想像が膨らんで膨らんで、こんなこうなったんだこうなったんだってみんなが言い出して、これで広まってったなって、あえ、だからあえて終わらせないことが逆に終わってないから続いていくってことなんですよ。あ、これはかなりじゃあ今もあり得る話ですね。そうだからあの町この町もそうです。あまだ終わってないから続いてるんです。そうですね、まあ、話題にはなってないですけどね話題にはなってないけど、確かにあの町この町どうなったんだろうって聞いたことない聞いたことない聞いたことない、ね、あれ終わらせないっていうのは一つ興味を引く。だから今で言うとエヴァンゲリオンとかもそうです。僕はエヴァ全然見てないけど、エヴァもやっぱ変な終わり方するんだってね。変な終わり方をすることでエヴァファンの中で何これこの終わり方っつって、みんなでうわーって想像やって、これ何年かおきにやってる、あれ完結してないんですね、あれね。だから見てる人いません、エヴァ。そう、あの何年かおきにやったりして、こうだったんだこうだったんだっていうので広まっていく、うん、で結局これが恋愛と似てるってことなんですよ。恋愛っていうのは不完全なものじゃないですか。そうです。その恋愛した時になって、その初めて付き合った人と、ね、結婚するなんて人はかなり稀なわけですよ。普通何人かとこう男女で付き合いながら、ね、結婚するわけでしょ。その時にじゃあその一つ一つの恋ってちゃんと完結したんでしょうか。してないよ、多分してないことは多いと思うんですよ。ここで終わりじゃないよ、多分どっちかが、まあ、連絡取れなくなったとかね、そういうことで中途半端に終わってくんだよ。そういう意味では終わってない、だからハッピーエンドで終わってないんですよ。終わってないからこそあの時ああだなってずっと思い出すんですよ。それが恋なんですよ恋の授業、その恋を教えてくれてるのが源氏物語だと。これはごめんなさい、すごい僕決まった感がありますけど決まってましたよ。この最後の部分は、うんうん、これ僕はもう 言うけど、あの、うんうん、受け売りなんです、うん、っていうのも、あの中田あっちゃんの YouTube ライブがあるじゃないですか。あ、はいはい、僕あれもうコロナ禍でもう全部見たんですよ。500本ぐらいありますよ、全部見たんですよ。全部見た中でなんか文学作品とかいろんなのやってんだよ。源氏物語もあっちゃんやってんですよ、はいはい、で僕は500本全部見た中で、はい、源氏物語の第 8話に分けてやってんだけど、はい、その8話の一番最後のこの締めが一番感動したんだよ。で今言ったやつそのままやった、そのままパクりました、そのままやった、そのままパクりました、はい、これはでもあっちゃんが言うの見てください。これすごい感動して、このその言い方、言い方うまいなと思った。すごいうまい。それ言わなきゃ割と感動したけど、いやいい、やっぱさすがに手柄取るのもいいですから、後であっちゃんじゃないかってなってもあれですから言っておきます。はいはいはい、引用です、引用です、パクリっていうか引用です、バイアッちゃん。そうだから永遠に思い出す
はいはいはい、終わってないからこそモヤモヤ続くんだっていうことなんです。これが結局名作のだった源氏物語が名作のだったゆえんであると。だから恋、だから結局恋は不完全だということをもう54巻かけて説明してるという、うん、でもこの、このいろんな女性のタイプも現代に通じますよね、うん、こういうなんかね、なんか嫉妬が深い女性とか、はい、ね、いるわけですよ。コンプレックスを持ってる女性とかね、でその不義の関係ってのもあるわけで、うんうん、そういうのは変わらないから、変わらないからこそ、今に通ずるからこそ千年続く不朽の名作になりましたという話でございます。でこの浮舟さんが結局出家したということが、当時まあ仏教がその浄土教というのが流行してたんだね、その死後ね、だから今、死後の世界、来世、来世にいいもの、極楽に行くためには、うん、前世で、あ、現世で苦毒を積む、善行をするっていうことがつながってくるっていうことですよね。だからそのために出家とかするわけだけど、その仏教のこの無常だよね、無常、結局言い寄られたりね、二人から言い寄られて、身分の高い人から言い寄られて、最高なんだけども、でも身投げをしなくちゃいけないとか、うん、無常なんです、うん、で結局この浮舟がそれを負ったという、その源氏の罪をあがなった。ださ第三番あがないとか出ました、はい、これもエヴァみたいな書き方ですけど、第三番あがないという見てないことをしたという解釈がございますということでございました。うわすごい時間になりました。ありがとうございます。で次回はその地獄、そうそうです。そしてそのじゃあね、死後の世界は何だっていうのが次回でございます。あ、つながったな、これで、うん、はい、この簡単に怒られちゃうと落語会、はい、まだ終わっておりません。あ、終わってないから続いております。はい、はい、そういうことですね。終わってないことが永遠に続くのでございます。というわけで、はい、もうすみません、お時間でございます。でしょう、いつもね、本当はね、なんか質問タイムやりたいんですけど、うん、こんな時間になっちゃやれないんですよね。やれないですよ。なので、皆さんなんかね、なんかアンケートとかに書いておいていただければと思います。うん、はい、というわけで、もう以上でございました。ありがとうございました。じゃあ、お届けください。どうもお願いいたします。パキーズ。では、長々ありがとうございました。ありがとうございました。で、ありがとうございました。